FM 横浜 EK Radio シングの夜のチュースデイ、FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチュースデイ。こんにちは、クロスシンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のミンくんの質問に答えます。質問はシンくん、公開収録で内緒で話したあれどうなった？何内緒で言ったあれ、何なんだろう。言ってないよ。こうやって言うとみんななんか本当になんか内緒あるの二人って思うけど、ないじゃん。ないです。シンくんにメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のプログラムもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さあ、オープニングナンバーは最も中毒性ある曲で戻ってきたこの曲です。レッドベベ、チンジャラビン。お送りしたのはレッドベベ、チンジャラビンでした。クロスシンのシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチュースデイ。ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームレンちゃん、シンくんアンニョン、いつもラジオ楽しく聞いてます、ありがとう。私は今年の7月で20歳になります。なので何か
特別なことをしたいと思っているですが、和野くんは20歳の誕生日に何かしましたか？覚えていたら教えてください。ドラマの撮影頑張ってください。応援してます。ハート。そうか、おめでとうございます。まず20歳になれるって、20代大人の始まりですよね。僕の20歳の頃はまだ練習生だったのかな。練習生だったので、メンバーたちと、まあ今のメンバーたちね、クロスチンのメンバーたちと一緒に誕生日パーティーをしました。練習室でケーキ食べて、なんかその時多分ちょっと自由時間くれて、一緒にそのカロスキルを歩いて、なんかプレゼント買ってくれたな、メンバーが。多分そう覚えてます。何をもらったかな、覚えてません。靴かな。なんかそうやって楽しく過ごした覚えがあるんですけど、レンちゃんもね、20歳の誕生日、特別なことを、何かをやろうということも大事だけど、どうやって20代最初の誕生日を過ごすか、記憶にたくさん残ることをやった方がいいと思います。意味がある一日になれるように祈ります。次、ラジオネームマスミさん。シンクン、アンニョン。ビクスのケン君がファンヨンソナタの公演中に突然舞台袖で泣き声がしたと言っていました。それは観客席からでもなく、声のした方を見たけど誰もいなくて3人で逃げたそうです。この日は電気が消えたりして何かおかしい方そうです。あ、聞いた、これ聞きました。それはいつの公演かわからないけど、その時シンクもいましたか？これを聞いたら眠れなくなりそうだけど気になります。もし聞けたら、その後はシンクン、みんなによく眠れるおまじないをかけてください。あ、この時僕いなかったんですけど、結構みんながいるその SNS がいるんですけど、よくチャッティングする、チェットするところあるんですけど、そこで大騒ぎになったことを覚えてます。本当になんかお化けだってみんな言ってて、でもこういう時って、こういう公演とかレコーディング中にこういうお化けがいる感じを受けた時は、それを公演後はアルバムが大成功するっていう噂があるんで、なんかみんな、あ、これ影山さんだっていけるんじゃないと思ってたの話を聞いた覚えがありますね。でも話だけ聞くとちょっとね、眠れないぐらい怖いかもしれないんですけど、みんな今日はシンクの夜の中世聞いてよく眠れてね。メッセージありがとうございました。次、ラジオネームさやちゃん。シンクン、アンニョン。シンクのラジオ聞いてて思いますが、何でも美味しいと言ってよく食べる人はとっても素敵だと思います。シンクンの素敵だなと思うタイプの女性はどんな人ですか？君だよ。顔は知らないけど。なんか自分の、でもこれは女性タイプっていうか、僕が思う素敵な人っていうものはね、自分の仕事にプライドもあるし、ちょっとその観光だと言われても、まっすぐに自分の仕事に愛情を持って頑張る人かな。そういう人は素敵だなと思って尊敬する感じです。自分もなんかそうなりたいなってよく思ってるのでね、僕はそういう人が好きです。素敵だよね、自分の仕事のその頑張る人って。なかなかね、大変ですよ。自分の仕事を好きで始めたとしても、やっぱり仕事になると大変なこともあるし、諦めたい時もあるけど、その愛情を持ち続くことがね、すごいと思いますね。だからそういう心のコントロールもすごいし、そういう人は素敵だなとよく思ってました。メッセージありがとうございます。
シンくんにメッセージまだまだください。シン、アットマーク、fmyokohama.jp、shin、アットマーク、fmyokohama.jp。クロスチンからお知らせです。4作ミュージカルマイバケットリスト日本語バージョンシーズン5に出演します。8月9日から8月19日まで。そして、クロスチンのコンサートが決まりましたね。日にちは9月7日土曜日19時からと、9月8日日曜日15時から2日間やります。場所はヒューリックホールです。有楽町にあります。有楽町駅からね、すぐですよ。皆さんはどんな曲で、盛り上がりたいですか？この曲は絶対にやってっていうリクエストがあれば、どしどしメッセージ送ってくださいね。プレイガイド先行販売受付中です。詳しい情報はクロスチンのオフィシャルホームページからアクセスして、ぜひチェックしてください。www.crossin.jp です。はい、緊急お知らせです。8月10日11日、パシフィコ横浜会議センターメインホールで、影山そなたのコンサートをやりまーす。はい、急なお知らせなので、皆さんにもう早く伝えたくて、このラジオを通して皆さんに早くご報告します。横浜で皆さんに会える機会ができました。10日と11日、来月ですね。シンくんに会いたいと思う方はクロスチンのオフィシャルホームページでチェックしてください。シンくんはドラマ平日午後3時の恋人に出演しています。みんな久しぶりにクレイジーになりましょう。それでは聞いてください、クロスチンのクレイジー。Baby I love you、 頭から離れないんだ、曖昧な感じのままじゃ、世代が遭遇せん、手のひらで踊らされてる、お送りしたのはクロスチンで
クレイジーでした。シンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。ここでシンくんが韓国語を教えちゃいます。メールが来ています。ラジオネームひまわりさん、シンくん、私は4月から大学生になり一人暮らしを始めました。そして6月からホテルフロントでアルバイトを始めました。すごいですね。ホテルでアルバイトは、そのたくさんの選択肢の中でホテルフロントを選ぶことはね、難しいからね。だからすごいと思います。お客様をウェアまで案内する係です。あー、ホテルには韓国人のお客様もいらっしゃるので、私は韓国語は話せません。ですが少しでも話せたらお客様に喜んでもらえるかなと思うので、ごゆっくりおくつろぎくださいを韓国語で教えてください。他に使える表現があれば教えていただきたいです。すごいと思います。じゃあまずはごゆっくりおくつろぎくださいはちゃんと聞いてください。편안한시간되시길바랍니다。편안한시간되시길바랍니다。よく真似できてますか？ひまわりさん、紙にも書いてますか？覚えてちゃんと言ってみましょうね。その他に何があるかな？楽しい一日になってくださいは、즐거운하루되시길바랍니다。즐거운하루되시길바랍니다。もしミスした時、申し訳ございませんって言わなきゃいけない時は、まあすみません、죄송합니다もあるけど、こういうホテルではなんか申し訳ございませんみたいな、대단히죄송합니다、대단히죄송합니다、なんか何か手伝いましょうかは、무엇을도와드릴까요、무엇을도와드릴까요、お待たせしましたは、오래기다리셨습니다、오래기다리셨습니다です。使えるかな、ひまわりさん。これぐらい覚えればもう韓国のお客さん来てももう準備満タンですよね。はい、バイト大変だと思うけど笑顔でね、頑張ってくださいね。あの、またメールで、あ、使えたんでこういうエピソードがありましたってまたメール送ってください。待ってます。じゃあ次の曲です。 AB6 Breed。Yeah, yeah. 밖에날씨자유롭지못해크게한번숨쉬고파 breathe 답답하면 breathe 머리 bing bing 독심속을떠나도로위를따라도망치고다시하루위길을걸어걸어걸어매일이 mayday mayday 내꿈은해안걸음지로 late back 거제와같이내일이살기싫어나는밟아둥을치네어서여길떠나 let's get it get it get it 다멈추고 walk away 지금이순간에만집중하게 Don't worry 끝까지약해 Volume on maximum level 안좋은기억들은다누구나다느껴본듯한기분해소하고싶을때믿고들어리듬물다 Go get good, 또끝없고 up and down and up and down 가던일은다멈추고 walk away 지금이순간에만집중하게음악이끊기지않게볼륨은 maximum level 안좋은기억들은다있게 Break it down Breath and stop, please don't break it I wanna breathe Every time and beat 지금이라도 늦지 않아 순위 전 show
送りしたのは ABC6 ブリードでした。シンクのチンパギ。新しい未来へと。焼きうどん食べまーす。今回はラジオネームちゆめさんからのリクエストです。これ美味しいから食べてください。星5つもらいたいです。日清どん兵衛担々焼きうどん食べてみたいと思います。星5つもらいたいですっていうリクエストは初めてだと思いますが、担々麺、僕こういう焼きうどんの方が僕も好きですよね。お店に行くと冷たい担々麺のうどんがあるんですよね。それを売ってるところでなんか食べて担々麺美味しいと思ったことあるんですけど、僕はやっぱりこういうね、スープがない担々麺の方が好きです。じゃあ少し5つか挑戦してみましょう。食べます。いただきます。うん、うん、あ、ちょっと辛いね。今までいろんなこのカップヌードル、カップうどんとか焼きそば食べながら、激辛っていうものとか辛いですっていうものとかたくさん食べてきたじゃないですか。で、これ書いてないんですよ。でも辛い、この辛さがちゃんと伝わるのがいいですよね。匂いからもう韓国の辛ラーメンっていうね、辛いラーメンあるんじゃないですか。その匂いもするし、食べて実際担々麺の味もするし、辛いし、それより麺がね、焼きそばの方はなんて言うんだろうね、やっぱりスープがないからかちょっと水分が足りない感じがたくさんあったんです。パサパサする感じ、麺なのに。でもこれは焼きうどんだっていうところで麺太いしソースも入ってるし、なのに水分もあるし食べやすい。大体の焼きそばとか焼きうどんは今まではお水を一緒に飲まなきゃちゃんとなんか消化できない感じがあったんですけど、これだとスムーズにね美味しく食べれる感じでした。あー美味しいねこれ。星はね、味的にすごい好きなんですけど、個人的な感じだとね 4.5 ぐらいかな。その味の最後になんかもうちょっとこの何か残ってほしいよね。でも美味しいっていう感じはするけどね。まあこれは本当に僕しんくんの口に合ってるかどうか個人的な意見だけなので、多分これ好きな方多いと思います。ぜひ食べてみてください。今回の日清どん兵衛担々焼きうどんは 4.5 でした。じゃあ次の曲いきましょう。おばんじゃかパーソール版フィーチャリングビンジノー。それば먼지를감췄지골목골목걸으며 baby talk to me walk and talk walk walk with me walk walk sorry 밤먼지를감췄지골목골목걸으며 baby talk to me walk and talk walk walk with me walk walk 아무말도하지마아무것도묻지마아무이해되지마그대로여기멈춰때론좀차갑고조금복잡해도우리가있는서울술이나는좋아정신없이오고가는사람들오다가도마주치는이
엔진 가라앉았지 잠들기엔 아쉽지 밖에 나갈까 싶지 그런데 감아도 환하지 Then you should hang out with me 너네 집 근처에 와 있음 어서 온 일본 난 준비됐음 Baby 왜 헬스가 가라 삐죠 삼겹살 집고 쎄고 백개있음 이럴 때면 오는 나의 결정장애 밤인데도 갈 곳들이 너무 많네 네온 조명아래 오크리시더노와 어반자카파 서울밤 피처링 민진호 でした FM 横浜 EK Radio クロッシーのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューステーいかがでしたか僕シンくんにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってくださいシンアットマーク FM 横浜 .jp SHIN アットマーク FM 横浜 .jp 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してくださいさあここで明日担当のマサルくんに僕から質問しますマサルくん先週に続けてまたシリーズ質問ですアラジンの中で出てくるジーニーの3つ叶えてくれる3つの願いの中で2番目の願いは何ですかそれでは最後はシンくんからリスナーの皆さんに壁ドンです今日はホテルフロントバージョンで行きます편안한밤되시길바랍니다잘자요 FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューンステイクロスチンのシンでした안녕